タイプ1はドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンによって製造された小型自動車。その形からビートルやカブトムシの通称でも知られる。1938年の生産開始以来2003年まで半世紀以上も生産が続き国際的な自動車市場で多大な成功を収めた。四輪自動車としては世界最多の累計生産台数。 21529,464台の記録を打ち立てた伝説的大衆者である。卓越した自動車設計者、フェルディナント・ポルシェによって1920年代以来、長年にわたり寄給されていた、高性能小型大衆者のプランが、1933年に、ドイツ首相に就任したナチ党党首アドルフ・ヒトラーの、 大衆政策と結びつくことで開発が実現した。1930年代における最も進歩した小型乗用車であり、その進歩性が長年にわたって世界的な自動車市場の第一線で競争力を維持できた大きな理由である。1938年に量産型のプロトタイプが完成し、生産体制の整備が始められたが、ヒトラーの野心による 第二次世界大戦勃発で民生用量産は実現せずとんざ。1941年より若干が主として軍人や傭人向けに納車された以外、コンポーネンツは軍用車両の生産に利用された。さらに、大戦末期までに空襲によって工場その他は壊滅した。ヒトラーに翻弄された追い立ちの自動車と言える。 戦後フォルクスワーゲン工場を管理する立場に立ったイギリス軍商工アイバンハーストの尽力により工場を復旧1945年から本格生産開始に至ったさらに元オペル幹部であったハインリヒノルトホフが最高経営者に就任し彼の経営手腕により 西ドイツ国内は元より、アメリカ合衆国をはじめとする国外への輸出でも1950年代から1970年代にかけて大きな成功を収め、おびただしい外貨獲得によって、戦後の西ドイツ経済の復興に大きく貢献した。1938年から2003年まで、累計2152万9464台が生産された。 これは、四輪乗用車の歴史における単一モデルの最多量産記録であり、すべての輸送用機器においても、ホンダスーパー株に次ぐ台数である。ドイツ本国では1978年にセダンの生産は終了しており、この時点で主力生産品の第一線からは退き、排ガス規制の強化が進んだ米国などの一部地域では、 車両登録不可などの不遇にも見舞われたが、現在に至るまで世界的な人気は高い。そのため、フォルクスワーゲンは1998年にこの車のデザインをモチーフとしたスタイルを持つモデル、ニュービートルを発売し、2011年から後継モデル、ザビートルを販売していたが、こちらも2019年に生産終了し、 本社種から通算して、約80年の歴史に幕を下ろした。多くのバリエーションがあり、その多様性から一語で指し示す用語として、英語のタイプ1という形式名や、ビートルなどの愛称が用いられる。時代ごとの正式社名は、フォルクスワーゲン1200、フォルクスワーゲン1300、フォルクスワーゲン 1303S、フォルクスワーゲン 1303LS など、 何の変哲もない故障であった。タイプ1、ドイツ語では、ツープ1は、フォルクスワーゲン社内の生産形式番号で、単に、1型という意味であり、フォルクスワーゲン社の1号車であることを表しているが、一般にはよりわかりやすい通称で呼ばれることが多い。そのカブトムシのような形からドイツでは、ケーファーという愛称で親しまれた。ケーファーという故障は、 ヨーゼフガンツが1930年代初頭に設計したマイカファーに使われたのが最初と思われ、当時の流線型の車に対する故障としては珍しくなかったが、中でもフォルクスワーゲンだけが後世まで大成功を収めたために、ケイファーはフォルクスワーゲンを指す愛称となっている。英語圏ではビートル、バグなどと呼ばれ、ブラジルなどではフスカと呼ばれ、タイでは タオの愛称で呼ばれる日本では、英語のビートルの他にカブトムシやメーカーではなく本社種を指して、フォルクスワーゲンさらには単にワーゲンと呼ばれることもある。1960年代後半の頃から、カタログの表紙にカファー、ビートル、カブトムシなど、各国の言語で表記されるようになったが、これらはあくまでも愛称であった。フォルクスワーゲン社は、 北米市場において1970年登場の1302をスーパービートル、従来型をスタンダードビートルとしてビートルを初めて正式社名に用いた。ポルシェが開発した試作車の一つ、ポルシェタイプ12。ヒトラーとの開口以前にポルシェが量産化に失敗した事例であるフォルクスワーゲンタイプ1となる自動車の開発は 直接には1933年、ドイツ首相に就任したヒトラーが、ベルリン自動車省の席上で、アウトバーン建設と国民車構想の計画を打ち出したところに始まる。当時、未だ高価だった自動車を、国民全員が所有できるようにするというプランは、ヒトラー率いるナチス党が、大衆の支持を得るのに、絶好の計画であった。ヒトラーは、後にスポーツカーメーカーとなる。 ポルシェ社の創業者であるフェルディナント・ポルシェに国民社の設計を依頼することになった。ポルシェはダイムラー・ベンツ出身の優れた自動車技術者で退社後の1931年からはシュトゥットガルトに自身の経営するポルシェ設計事務所を構えて自動車メーカーからの設計受け負い業務を行っていた。その過程でナツスの支援していた。 アウトニオンレーシングカーの設計にも携わった。ポルシェ自身、生涯に開発したい車として、高性能レーシングカー、農業用トラクター、優秀な小型大衆車を挙げていた。そして、競合レーシングカー開発と並行しながら、1920年代以来、在籍していたダイムラーベンツでの社内開発提案を皮切りに、 独立後の1932年のツユンラップ、1933年の NSU といった自動車メーカーとの提携など、機会を得ては、フォルクスワーゲンの原型というべき、リアエンジン方式の小型車開発に取り組んだ。だがその度に、企画立案時点か、ようやく試作車を開発した段階で、予算不足や不景気、提携メーカーの弱腰などによって、 いずれも計画を頓挫させ続けていた。それだけに、ヒトラーの提案は、渡りに船であった。運転はしなかったが、自動車に乗ることが好きで、メルセデス・ベンツと、タトラを好んだ、カーマニアのヒトラーは、ポルシェに、国民者の条件として、以下のような厳しい条件を提示した。オペルビー4。当時のドイツにおけるサイレンセダンであったが、内外ともに、 在来モデルの改良に止まる旧世代車ベルリンモーターショーでオペルの社長から我が社のフォルクスワーゲンです。トピー4を紹介されたヒトラーは、冷や,やかにこれを無視したというこれらの条件はもとよりポルシェの目指していた国民社コンセプトに多く合致していたが、ヒトラーがポルシェに強調したのはこの条件を満たしながら、 1000マルク以下で販売できる自動車を作ることであった。ヒトラー自身も課題の厳しさは承知していたようだが、当時のドイツ製1 c c q 4人乗り子型乗用車で大量生産による低価格化を実現した代表例のオペル P4 ですら低価1450マルクに抑えるのが精一杯だったことを考えれば、販売価格1000マルクで必要とされる性能の 自動車を開発することは極めて困難なテーマであった。しかも水冷サイドバルブエンジンをフロントに積む P4 は前後とも固定車軸の旧式設計でスタイルも全時代的な箱型であり最高速度は時速 90km 以下で無論ヒトラーの要求するような性能水準には達していなかった。ドイツの各自動車メーカーが 政府統制によって結成した団体、ドイツ帝国自動車産業連盟が、1934年6月に、ポルシェ事務所と開発契約を結び、計画がスタートした。ポルシェは、決して潤沢とは言えない、開発予算の中で、1930年代初頭から、幾度となく試作されては頓挫してきた小型大衆車の、開発経験を活かして、開発を進めた。 第二次大戦期のアウトバーンを走行する2台の KDF ワーゲン。1938年から1939年に掛け試作された VW38 と見られる。1943年撮影しかしフォルクスワーゲンの開発は難航した。計画からは大幅に遅れが生じ、ポルシェの責任を問う声も上がったが、ヒトラーの庇護で開発は続行された。 契約を結んでから1年後の1935年に、ようやくプロトタイプ2台の製作が完了。翌1936年に3台が完成。1937年には、計30台のプロトタイプが、ダイムラーベンツで製作された。ナチス親鋭隊隊員から、運転免許保有者たちが選抜され、彼らによって、過酷なテストドライブを受けることで、 プロトタイプの弱点が洗い出され、強化された。また、生産工場の建設計画についても多くが、ポルシェに委ねられたことから、開発期間に、ポルシェは二度にわたって、アメリカ合衆国を訪れ、大衆車の廉価な大量生産のノウハウを得るために、フォードモーターなど、大手自動車メーカー各社の工場を、現場の生産体制に至るまで詳細に視察した。この際、ポルシェは、 自動車量産の始祖とも言えるヘンリー・フォードとも直に会談している。ヘンリー・フォード個人は熱烈な反ユダヤ主義者であり、彼が1920年代に著述した反ユダヤ宣伝の著作はヒトラーにも影響を与えたほどであった。そして、フォード自身第二次世界大戦開戦,戦以前にはヒトラーのドイツでのユダヤ人弾圧活動に強いシンパシーを抱いていた。 したがって、ヒトラーによって派遣されたポルシェにも、協力的であり、また、ドイツでの大衆自動車量産の企画には大いに、理解を示した。しかし、ポルシェの示した、フォルクスワーゲンの先鋭的な設計コンセプトについては、持ち前の保守性から評価しなかったという。1908年に、t 型フォードを開発してからのヘンリーフォードは、量産。 V 型8気筒エンジンの開発以外では徹底して保守的な設計に変調した。その結果、フォード社の設計は少なくとも1948年までアメリカの大手自動車メーカーの中では最も急変なままであった。翌年1938年にはプロトタイプ V303 のセランとサンルーフとカブリオレが完成し、後年までよく知られる。 フォルクスワーゲンのスタイルが決定した。同年5月には、ブラウンシュバイク付近で、製造工場の提訴が行われ、その会場でヒトラー立ち会いの下、ポルシェによって、プロトタイプ V303 が披露された。上機嫌で賞賛と国民車普及の演説を打った、ヒトラーは、その場で、生産型の社名を、KDF バーゲンと命名した。工場周囲にできる。 計画都市も KDF シュタットと名付けられた。その約2ヶ月後、プロトタイプ VW38 が完成し、翌1939年までにおよそ35台が製作された。それまでのボディ製作はハンドビルドであったが、同年夏頃からは実際のプレス金型によるボディパネルを使用した最終プロトタイプ VW39 がおよそ14台製作された。 こうして、KDF の大量生産準備が進められることになった。KDF の販売にあたっては、国民はクーポン券による積み立てで、KDF 購入費用を貯蓄し、満額に達したものに車を引き渡すという計画が立てられた。しかし、ヒトナー自身が1939年に、 第二次世界大戦を勃発させてしまったため、量産直前まで到達した国民社構想は、ストップした。KDF クーポンは販売促進のため、政府主導によって、企業現場などで強制割り当ても図られたが、戦争とナチス政権崩壊のためクーポンは無価値な紙くずとなり、戦後、クーポン購入者たちの一部が、フォルクスワーゲン相手に訴訟を起こす事態に陥っている。 この訴訟は1960年代初頭まで長引いたが、最終的には原告に対し大幅割引価格でタイプ1を販売することで和解が図られた。戦時体制下、KDF バーゲン製造工場は、軍用仕様のキューベルワーゲンやシュビムワーゲンを主に生産するようになった。若干数の KDF バーゲンも軍用車両として用いられた。この工場では、 戦争捕虜や収容所収容者が過酷な労働に従事させられた。戦後のフォルクスワーゲンにこの戦時中の強制労働の直接責任があるわけではないが、同社は歴史担当部門を設け1998年から各種の戦争保障プログラムを行っている。模倣論争タトラ模倣説タトラ T97KDF に関しては、 チェコのタトラのハンスレドビンカが試作し、1937年から少数を生産した1.7エルリアエンジン車タトラ T97 との類似が指摘されることがあり、さらには同じくタトラが1934年に発表した大型リアエンジン車 T77、1935年の T77A、1936年の T87 の影響も指摘される。 全員構成、カブトムシ型のやーライ式流線型ボディ、空冷の水平対向もしくは V 型エンジンをバックボーンフレームの後部に搭載し、四輪、独立喧嘩とするシャーシ構造、ベルト駆動の軸流ファンによる強制空冷の冷却システムなど、確かに類似点は多い。空冷エンジン採用には、空冷モデルを主力としたタトラに対するヒトラーの系統があったとも言われる。 実際に戦後タトラはフォルクスワーゲンに訴訟を提起、1961年にフォルクスワーゲンは300万ドイツマルクに及ぶ賠償金を支払っている。しかしビートルの原型は1934年の NSU 史作者において完成を見ており、タトラへの賠償金支払いは著作権侵害の賠償というよりはドイツによるチェコスロバキア併合と 愛前後しての T97 生産停止命令への賠償を肩代わりしたものと見ていいだろう。ちなみにポルシェとレドビンカは交友があり、お互いのアイデアを頻繁に交換し合っていた。二人はいずれも1920年代からバックボーンフレームやスイングアクスル独立喧嘩、空冷エンジンなどの導入に熱心で、1931年から1933年頃には、 ほとんど並行する形で、流線型ボディの空冷式、小型リアエンジン試作車を開発していた。またリアエンジン流線型車を構成する個々の技術要素のほとんどは、特に二人が発明したというわけではなかった。類似した原因は、当時のトレンドであった、新技術を両者が貪欲に取り入れていた結果で、一方がもう一方を単純に模倣したと言えるものでも、ない。 ヨーゼフ・ガンツも倣説、シュタンダルト・ズーペリオル・リア・エンジン、独立喧嘩、バックボーンフレームというビートルを特徴づける機構について、第二次世界大戦後にヨーゼフ・ガンツがビートルは自身の設計の盗作であると主張した。ガンツは戦前、モトール・クリティーク氏の編集長も務めた技術者であり、1929年の、ゼンダップや1930年のアルディ、 1931年のアドラーの車に同様の機構を提案していた。ガンツの設計で1932年にシュタンダルト社が開発したズーペリオールは1590、ライヒスマルクの国民車と宣伝された。1933年のフランクフルトモーターショーでこの車を見たヘルマン・ゲーリングは設計者と契約を結ぼうとした。しかしガンツが ハンガリー系ユダヤ人であることがわかるとゲシュタポは彼を逮捕1ヶ月間交流し以後の著述活動を禁じた1934年にガンツはスイスに移住したガンツは自身が設計したアルディ社の設計図を誰かがコピーしてそれをゼンダップに渡しフェルディナント・ポルシはェはゼンダップから入手したレイアウト図をもとにビートルを設計したと推論していた ガンツは、フェルディナント・ポルシェを尊敬しており、アイデア東洋の件は、ナツスの責任であると考えていた。1945年、ドイツは、戦争に敗れ、KDF ・バーゲン工場跡は空爆で、大きな被害を受けていた。この工場を管理する役目を与えられたイギリス軍、商工アイバンハーストは、ドイツ側が爆破したように見えたと証言している。 資材のない戦後の混乱期であり、連合国のドイツ重工業を破壊、解体することによる無力化を施行した占領政策も重なって、ドイツ国内の様々な工場や資材は、ドイツを占領下に置いた、イギリス、アメリカ、フランス、ソ連の4国に集奪され、自国に持ち帰られてしまうような状況であった。しかし、当時としては極めて前衛的な設計を備えた。 フォルクスワーゲンは前衛的すぎるがゆえにその標的から免れた。占領国からの集奪行為に最も積極的であったソビエト連邦は最新式小型乗用車プラントの集奪対象として在来型乗用車の延長上にある重要な設計のオペルカデットを選択し、イギリスやアメリカ合衆国の自動車メーカーも害して保守的設計に偏りがちなゆえに フォルクスワーゲンの先進性を理解しなかった。イギリスのメーカー視察団も、フォードモーターの新たな名手となった、ヘンリー・フォード2世も、フォルクスワーゲンを見分こそしたが、得意な設計の自動車とみなして、無価値と判断し、設計、設備の集奪は愚か、何らそこから学ぼうともしなかった。このため1949年までには、フォルクスワーゲン工場が、 連合国側の接種対象から免れることが確定した。対してアイバンハーストはドイツ人の協力的な態度とフォルクスワーゲン社の内容に将来性を感じ、手段を尽くして工場を修復させ自動車生産を再開させることを目論んだ。こうして彼は残っていたドイツ人労働者らの力でその名の通りの国民社フォルクスワーゲンを 初めて誕生させたのだった。フォルクスワーゲン車の本格的な量産はこの時から始まったと言える。1945年中に早くも1785台を生産している。タイプ1などの形式が定められたのも1945年に英国占領下となってからのことである。それ以前はフォルクスワーゲン車としての形式はなく、ポルシェ社による 開発番号で呼ばれることが多かった。ハーストは英国軍に対しジープに代わる対抗性の高いスタッフカーとしてフォルクスワーゲンを用いることを提案し1946年には1万台のフォルクスワーゲンタイプ1が生産された。1947年にはオランダ向けを第一陣として国外輸出が始まった。 最大の市場となったアメリカへの進出は1949年である。またその後、ドイツ系移民が多く、フォルクスワーゲンが一定のシェアを持っていた、ブラジルの現地法人である、フォルクスワーゲンド・ブラジルやメキシコでの生産も開始された。以後のフォルクスワーゲンタイプ1の歴史は、破竹の勢いというべきものであった。 とにかく頑丈で、悪路や厳しい気候でも国史に耐え、材質、工作が優秀で整備性も良く、大人4人を乗せて、経済的に高速巡航できる、この車の性能、品質は、1950年代に至っても、なお世界各国の新型小型乗用車に引けを取らない、ものであった。アウトバーンでの走行を念頭に置いた、時速100キロメートル以上で高速道路を、 連続巡航できる大衆車というポルシェとヒトラーの進歩的コンセプトは戦後の先進各国におけるハイウェイ時代到来に見事に適応したのである。アウトバーン整備推進とフォルクスワーゲン開発は常に独裁者としての悪名が先行するヒトラーの施策の中では戦後これを実行的に継承発展できたことで後年まで成功とみなされる数少ない実績の 代表例となった。輸出市場でも、その性能とともに、進出した各国で緻密に構築された質の高い、ディーラーサービス網が、ユーザーからの信頼をより一層高めた。1955年には累計生産100万台に到達、さらに工場の増設、新設を繰り返して、1964年には累計生産1000万台に到達した。 さらに年々改良され、エンジンや、伝送の強化、細部の形態変更などが繰り返されている。排気量は、当初の 1.0L がすぐ 1.1L へ拡大、後1954年からは 1.2L となるが、1960年代に、ハイルと輸出モデルを中心に 1.3L、1.5L への移行が進み、モデル後期には 1.6L 型も出現している。 アメリカではセカンドカーとしての需要が高かったが特に合理性をもんじる知的階層からは大型車へのアンチテーゼとして愛用され一時はデトロイトの大型車と正反対な反対性の象徴の一つとしても扱われた立地的なユーモアにあふれる優れた広告戦略も好評を博したがその広告代理店がドイツ系ユダヤ人のウィリアム・バーンバック率いる t d b であったことは、フォルクスワーゲンの老いたちからすれば、歴史の皮肉とも言える。日本では、老舗輸入車ディーラーやなせが1952年から、取り扱いを開始。寒冷時に急な往診があっても、速やかに、コールドスタートできる、頑丈な、ドイツ製品という実用性を伴ったキャラクターは、開業医の間で好まれ、医師自らハンドルを握る、 ドクターズカーとして使われる例が多かった。このため、昭和30年代には、お医者さんの車として、一般大衆にも知られるようになった。フォルクスワーゲンは、戦後のナセにおいて1960年代以降、アメリカ車に代わり、長く主力商品の一つとなった。だが1960年代以降は、設計の古さによる、スペースユーティリティのあるさや、 リアエンジンとスイングアクスル式独立喧嘩による高速走行時の不安定さ、空冷エンジンの騒音などが問題視されるようになる。しかし、フォルクスワーゲンは後継者の開発に失敗し続けて1970年前後は経営悪化で苦しみ、1974年に全員リンク動方式を採用した後継者のゴルフを世に出すまで、 全時代化したビートルを主力車種としたまま改良のみでしのぐことになった。1968年には、電装系がそれまでの6ボルトから当時すでに一般的であった12ボルトへ変更された。外観ではフロントライトが直立した形状になった。また、後輪のトレッドが拡大されたことで高速安定性が幾分改善された。1968年には、 北米市場を意識した大幅な変更が行われた。衝突安全性を高めるために前後バンパーが強化され、テールライトも大型化された。この年より VW オートマチックと呼ばれるセミオートマチックのモデルが追加された。これはポルシェのシュポルトマチックと同じ機構であることからフルオートマチックと区別するために通称シュポルトマチックと呼ばれることがある。 VW オートマチックと北米向けモデルに関しては、リアがダブルジョイント式ドライブシャフトとなり、コーナリング安定性が向上した。1970年には、71年モデルとして、ポルシェ式のトーションバー式、トレーリングアームに代わり、操縦安定性を改善する、ストラット式サスペンションをフロントに備えた 1302K が発表された。サスペンションの設計には、 ポルシェ社が大きく関わったとされ、その後のポルシェ 924K との共通点も見られる。リアサスペンションは VWO ートマチック等と同型のダブルジョイントである。サスペンションのみが大幅近代化されながら、外観は在来型ビートルから大きな発展はなかったが、ラゲッジスペース拡大を若干ながら実現している。 この系列は1973年にはフロントウィンドウのカーブドグラス化テールライトのさらなる大型化などのボディ形状変更で1303系に移行し1975年まで生産された。しかしこれらストラットサスペンション系列と並んでトーションバー式サスペンションを持つ在来モデルも継続生産された。この間1972年2月17日には 累計生産1500万7034台に到達し、フォードモデル T の1500万7033台という生産記録を追い抜いた。ゴルフをはじめとする1970年代の全輪駆動車へのシフトで、本国ドイツのボルフスブルク工場では1978年を最後に製造が終了した。ドイツ最終生産機の500台に、柳瀬が専用シートや、 ノベルティグッズをつけ、グローリービートルという名の限定車を用意し、日本に運ばれる途中で、すべて予約完売したという逸話が残っている。その後も、長期量産によるコストダウンで需要が高かったメキシコでは、生産を継続。ブラジルでも一時生産中止していたビートルを、生産再開した時期があった。これらは、現地での国民車として、広く用いられ、 他国のマニアからも新車のビートルとして並行輸入ルートなどで沈徴された。2003年7月30日、メキシコ工場でタイプ1の最終車両が完成し、総生産台数約2153万台を達成して生産終了となった。発表以来、基本的な設計を変えずに2000万台以上を生産した四輪乗用車は他に存在しない。 ドイツ人はオープンモデルへの思考が強くタイプ1をベースにした2シーターカブリオレと4シーターカブリオレが生産されているさらにビートルのコンポーネンツを用いた本格的なスポーツクーペとしてイタリアのギア車のデザインしたボディをドイツのカルマンで生産したカルマンギアはシャレたスタイルで人気を博したビートルのリアエンジンシャーシは応用範囲が広く これを流用内視強化する形で広大な過失を備える先進的ワンボックス車のタイプ2やノッチバック、ファストバック、ワゴンを要す幅広、ポンツーンスタイルのタイプ3、多目的車のタイプ181などがラインアップに加えられてきた。また、VW 社外においてもエンジンシャーシとも改造の余地が広く、しかも廉価で信頼性が高いというメリットを買われ、 ショーメーカーの限定生産車やアマチュアのハンドメイドカーのベースに好んで用いられた。端的な実例は、ポルシェ最初の自社市販モデルとなった、ポルシェ356であり、そのエンジンやサスペンションはあらかた VW タイプ1に由来するものである。新品、中高問わず、シャーシお及びドライブトレーンを流用して、別製のボディを乗せたカスタムカーや、 エンジンのみを流用した各種のスペシャルが世界各地で多数製作されたが、それらバリエーションは、毎挙に暇のないほど多彩である。交換バックボーンフレームとフロアパンを組み合わせた、眼鏡で低重心のプラットフォームフレームを備え、Y 字型に分かれたシャーシ後部に、ギアボックスとディファレンシャルを兼ねた、トランスアクスル、およびエンジンを搭載する。 1930年代の自動車としては進んだ設計である。フロアシフトレバー及び各ペダルはロッドやワイヤーによって運転席からリアの駆動系に接続されている。サスペンションは前後とも横置きトーションバーにてトレーリングアームが釣られる構造でフロントはポルシェ流の上下二段式トレーリングアーム、リアはシングルトレーリングアームで釣られた。 ジョイントレススイングワークスル構造である。このサスペンションと、車格の割には、体型のタイヤによって、アクロ動破性能は高かった。反面、ポルシェ式、トレーリングアームのフロントサスペンション構造の制約で、切れ角が制限され、最小回転半径は車格に対してやや大きい。トーションバースプリングは、本来バネコーの単造で一本の膀胱として、仕上げられるものであるが、 1930年代当時は、低コスト量産が必ずしも容易な時代でなかった。このため、同時期のシトロエントラクシオンアバン等が本式のトーションバーを使っていたのに対し、フォルクスワーゲンではフロントに、ごく細長い板バネを多数束ねることで棒状としたトーションリーフを用い、これをチューブに収めてねじり効力のあるトーションバータイプのバネとして機能させている。 なお、原型のジョイントレススイングアクスルについては1960年代以降、ラルフネーダーにより、操縦安定性問題が指摘されるようになり、1969年モデルから、主に台米輸出モデルや、派生型の1302.1303系などで、後輪に安定性の高い、ダブルジョイントスイングアクスルが採用された。また、 派生型の1302.1303系ではフロントサスペンションもトランク容量の拡大や回転半径の縮小に寄与するストラット式サスペンションへの変更が行われている。ブレーキは初期こそメカニカルドラムだったが1950年にデラックスモデルのみ油圧化され、さらに1967年モデルには前輪にディスクブレーキを採用したモデルが登場している。 このようなアップデートは図られたものの燃料タンクの配置は一貫してフロントのボンネットフード内であった。1930年代にはフロントエンジン車でもボンネット内の燃料タンク設置は少なからず見られたが安全性が重視されるようになった1970年代以降は必ずしも適切な搭載位置とは言えなくなった。タイプ1のエンジン配置と冷却空気導入の 模式図エンジンは VW タイプ1の大きな特徴である。軽量さと簡易性を配慮して設計された4、ストローク、強制空冷水平対向4気筒、オフで、軽合金を多用、空冷式のため各シリンダーは、独立した構造である。車体の最後部に置かれる RR 構造を前提に設計され、通常は4足ギアボックスを収めた。 トランスアクスルと結合されて搭載される。原設計はポルシェのフランスライムシュピースが手掛けた。開発過程では水平対向2気筒や2ストロークエンジンの採用も検討されたが、排気量に応じた効率や高回転での耐久性などを総合的に判断した結果、水平対向4気筒が採用されたものである。基本構造の完成度が高く、 ビートルだけでも当初の 1.0L から最終的に 1.6L に至る排気量拡大などの大改良が幾度となくなされたにもかかわらず基本レイアウトがそのまま踏襲され続けたことは特筆に値する仮に水平対向に祈筒屋にストローク方式であれば 1.6L 級までもの排気量拡大は実質不可能であったはずで市販乗用車でもほとんどタレがない カムシャフトをクランクシャフトより下に配置し、吸排気ともシリンダー下側配置のプッシュロッドによってバルブを駆動する。このため燃焼室自体は、吸排気バルブが同方向に揃ったバスタブ型のターンフロー式で、絶対的な燃焼効率は良くないが、生産性を重視してこのレイアウトを採用した。開発、生産着手当初は要求精度が高すぎる。 エンジン設計のために加工、組み立てにおける信頼性確保に相当な苦労があったというが、生産が軌道に乗ってからは、この高精度設計が功を奏し、優れた性能を得ることができた。空冷エンジンではあるが、オイルクーラーを装備して、オイルも積極的に冷却することで、エンジン全体の冷却効率を高めているのが特徴である。 強制空冷用の冷却ファンは、クランクシャフト回転の倍速で駆動され、十分な冷却性能を確保した。冷却効率向上のため、各シリンダーはシュラウドでカバーされている。水平対向の強制空冷エンジンゆえに、バタバタ、バサバサなどの擬音、もしくは、ミシンの音と表現される、大きな騒音を発したが、その代わり耐久性は抜群で、灼熱。 国間の気候でもよく国使に耐えた。また転がり抵抗を小さくする体型タイヤやトップギアがオーバードライブ側に振られたギア比設定とも相まって全開状態での連続巡航も難なくこなした。ただし耐久性と信頼性の代償としてビートルのエンジンはその排気量に対しほとんど常に同時代の平均より低出力であった。もっともこれは 回転が上がらないためで、明らかに意図的にそう設計されたものである。倍速回転の冷却ファンが回転数課題の場合は、かえって有効に働かなくなる制約もあり、ある程度回転を抑え気味の設定が必要であった。ハイパワーを狙ったエンジンではないため、多くのバイソレックスのシングルキャブレターを装備する、シンプルな仕様が標準だった。 ポルシェは整備性にも重きを置いており、ビートルのエンジンルームはコンパクトだが整備に支障のないように必要十分なゆとりが確保されていた。エンジン交換も比較的容易で、1970年代などに盛んに行われたファンミーティングではエンジン脱着競争が恒例行事として行われていた。VW クーエンジンは、 廉価で軽く頑丈なため、オートバイや軽飛行機などのエンジンにも流用された。オートバイへの流用は、ブラジルのオートバイブランドアマゾネスよりリリースされ、1600cc エンジンを搭載した当時世界、最大排気量のオートバイとして、名を馳せた。しかし、アマゾネス自体の車両信頼性の低さと高価格が、災いし、このモデルのみに止まり、次世代モデルが開発されなかった。 少数であるが日本にも並行輸入された実績がある。VW エンジンを使った、フォーミュラカー、B スーパー、B のシリーズも存在し、同シリーズからは、ニキラウダが F1 まで駆け上っている。全員構成セミモノコック構造の流線型で、カブトムシ型と言われる、ヤーライ流線型ボディの典型である。 ドイツではまだ木骨ボディの大衆者も多かった1930年代にプレス鋼板による量産性や耐久性、安全性を考慮していち早く全構成ボディを採用したことには先見の民があった。丸みの強いボディは空気抵抗が小さいだけでなく鋼材の節約や強度確保、それらに伴う軽量化の効果もあった。なお、 ボディ形状は2度セダンないしカブリオレのみで、4度アがたは特殊モデルを除いて存在しない。リアシートへのアクセスの都合もあり、フロントシートは左右独立したセパレートタイプである。デザインは後にポルシェ356のオリジナルデザインも手掛けたポルシェ社所属のデザイナー、エルビン・コメンダによるもので、ヒトラーのデザインという奇妙な説が一部にあるが、誤りである。 類似した流線型車は1930年代のトレンドであったが、コメンダのデザインは独立式フェンダーやホイールベース間の側面ステップを残す古典性はあるものの、1930年代後期としては流霊で完成度が高かった。長い生産期間を通じ、窓形状やフード、フェンダー、バンパーなどの形状変更は、媒居に暇がなく、これによって、 個体の年代識別も可能であるが、独立フェンダーとホイールベース間のサイドステップを持つ、カブトムシ型という流線型ボディの基本的なデザインモチーフは一貫して踏襲され、世界的に親しまれた。もっとも、ボンネットな容積、福音が有効利用されていないなど、実用面の弱点もあり、1930年代基準のデザインは、1950年代中期時点で、 すでに時代遅れと評されていたのであるが大きな変更もなくそのまま生産が続けられた。その全構成ボディは当時の車としては機密性も高く水に浮く車としても有名だった。ほとんど無改造のビートルがイタリアのメッシー・ナ海峡を横断したりフォルクスワーゲンの実験ではエンジンをかけたままプールに沈めたところ9分あまりも沈まなかったという。 洪水に流されたが無事だったというエピソードもいくつかある。スペアタイヤは通常サイズのものがフロントノーズ内に斜めに収納されているが、その空気圧は高めに設定されウィンドウウォッシャーの噴射ポンプ代わりにも利用された。タイヤ空気圧が走行適正空気圧まで落ちるとウィンドウ,ウォッシャーが作動しなくなる便が備わり、空気圧管理もできるようになっている。 快適装備類は、大衆車ゆえに時代に応じた、最小限ではあったが年々増強されていった。ヒーターは、標準では、空冷エンジン車で多用されるエンジン冷却風の、単純な導入でなく、排気ガスの排熱を熱交換器で取り入れて、車内を温める方式で、正常な状態なら、ガソリンや排気ガスによる、周期、空気汚染が起きない設計であり、 さらに1963年モデル以降はそれまでより暖房効率を高める改良が行われている。また、これでは不足な国間地では別にガソリン燃焼式の温風ヒーターをフロントノーズ内にオプション搭載することができた。末期にはエンジンルームの空撃を利用したコンプレッサー装備でクーラーの搭載も可能になっている。1950年代以降、 カーラジオなどのオーディオ類も装備されるようになったが、ラジオに関しては、ドイツ本国仕様だけでも、テレフンケンや、ブラウプンクトなど複数メーカーの製品が採用されており、アメリカ輸出仕様や、日本仕様でも、各国の電波法、放送局、メンテナンス事情に合わせて、現地製、カーラジオが搭載されるなど一様ではない。ボディ、シャーシとの簡潔な構成で、 改造の余地が大きい自動車であったが、これを活かして1960年代にはバスタブボディを被せたリューンバギーが生まれ、カリフォルニアの砂漠地帯などでファンカーとして楽しまれた。また、バギーカーレースであるカルフォルニアで行われるバハレース用でもビートルが活躍し、オフロード仕様に改造されたビートルをバハバグと呼ぶようになった。別例を挙げればミニモク格から、 バギーカースタイルのアクロソーハを一番目的としないレジャーカーがリリースされた。1970年代にはキャルルックと呼ばれるスタイルのカスタムビートルがアメリカ西海岸を中心とする若いエスーたちによって生まれた。これはドラッグレースカーのようにフロントの車高を下げチューンしたエンジンを搭載しながらもボディはシンプルに留めたストリートスタイルである。 現在においても当時の復刻アルミホイールやポルシェのホイール流用アフターパーツとしてのボディキットなどビートルの改造スタイルの主流として多くの愛好者が存在している。第2次世界大戦後の復興でラリー競技が各地で再開された時代には勝敗起量ながら軽量でアクロでの国使にも耐える抜きんでた耐久性によってしばしば上位入賞する。 侮れない存在であった。1953年、1954年、1962年と3度も過酷なサファリラリーを制している。当時は 1.2L エンジンであったが、1970年代、1303S となり 1.6L エンジン、ポルシェ914の5足、ギアボックスがおごられると、1973年のアクロポリスラリーで優勝した。 ジャンピエール・ニコラのカル・アルピー・ヌ・ェイ110を、トニー・フォールの 1303S が追い回す場面も見受けられ、後にフォールは、上りは、非力さを通感するが、下りは、こっちのもの。常にシフトアップが可能なマシンだったと語っている。フォーミュラ B は1963年に誕生したシリーズで、モータースポーツの歴史において、歴史的に数々のカテゴリーが通った。 再編されていく中で既でに50年以上の開催実績を有する最古産の部類に属する黎明期から継続される数少ないカテゴリーの一つでアメリカやヨーロッパで争われた。過去にはエマーソン・フィッティパルディアニキラウダ、ヨッヘン・リントなど多くの F1 ワールドチャンピオンを排出していた。モータースポーツの黎明期において裾野を広げる重要な役割を果たした。 1970年代後期、ワーゲン3台見ると、何かいいことが起きるといった、ワーゲン占いが、日本全国の小学生の間で流行した。占いのルールは、地域や学校、学年、グループによって様々で、1日に10代以上見るとよく、ない、黒のワーゲンを見たら、ゼロになる。緑を見た場合は倍に増えるなど様々なルールが、作られていた。 戦後日本での輸入車としては特に古くから普及し、路上で見かける機会も多かったフォルクスワーゲンならではのエピソードである。ビクターレコードからサーフライダーズというロックバンドが出したレコード黄色いワーゲンは無名グループとしては異例となる2万枚のセールスを記録した。ありがとうございます。